2024年1月某日、地上演舞はポケモンスターレットをプレイしていた。そして今ここでトリデプスをやったことにより、シュシュシュブルーベリー学園のエントランスへ来るように言われました。そう、図鑑を完成させたのです。パルデア、北神に続き3度目となる、じゃないわ、3種類目の図鑑も無事にコン、本当嬉しいです。さーて、何かあるもらえるのかなーって、さあ行くよーという感じで来たんですけど、校長先生からいただき物もらいました。わお、クラベル校長もいらっしゃったんですね。ああ、コンプリートというのは何回やっても嬉しいものですね。これか先、ポケモンはどうなっていくのでしょう。今月末には、ポケモンデーの開催も予定されていると言いますし、聞きますし、さてさてさて、どうなるのかな。ところで、そろそろ任天堂ダイレクトがという噂が流れてるんですが、今年はあまり遅いのかな？それともまだ発表できる段階にない？なんか、早く来てほしいなぁと思いながら、今日、収録中です。はい、というわけで、ポケットモンスタースカーレットのブルーベリー学園図鑑も無事に完成いたしました。というわけなので、今回はこちらポケモンパン4種類を食べたいと思いまーすなんかパルデア図鑑が完成した時のスターティワンアイスクリームや、北神図鑑がをコンプリートした時のプロントの食べ尽くしに比べると、なんか地味で感じもしますけど、まあ、ちょっと今回時間がなかったのと、あと最近出費が多くてこれがなので、今回は結構身近に用意できるポケモンパンでちょっと完成をお祝いしたいと思います。で、北バルデアの時や北、あれ北上の時は全部自分でやったかなと、思う部分、あれどっちだったっけ、思いながらバルデアの時に続き、今回も他の配信者さんに助けてもらってコンプリートすることができましたので、本当にありがとうございます。その配信者さんのチャンネルにつきましては、動画の概要欄に記載しておきますので、動画を見てくださっているあなたもぜひ行って、そちらの方のチャンネル登録もしていただけると私としても嬉しいです。では早速、私がスカーレット、バイオレットで一番押せるマスカーニャに進化するニャオハが書かれているこちらのポケモンチョコサンドから食べていきたいと思います。わ、ピカチュウが書かれていて可愛いですね。なんかドラ焼きみたいな気もしますけど、まあ、でシールも入っています。まあさすがに34にもなると、なかなかこういうシールもらってというより、キャラクター商品自体食べることあんまりないんですけど、やっぱり可愛いものは可愛いですね。ではいただきます。すすすしっとりとした食感と、甘い癒し、そして、ふわっとした、とろける味わいが、どれも美味しいな。だ、しかし、なんと言っても一番は、かわいいこと。すす。はぁ、ほんと、コンプリートしてよかったって思う。こういうの食べてるとね、他にもいろいろあるみたいなんですけど、近くのスーパーではこれしか見つからなかったんですよね。なので、また機会があれば、食べてみたいと思います。まあ、シールとかキャラクターものでって、さっきも言ったかこれ。それぞれの味について、詳細なレビューは、この後行いますね。では、
ごちそうさまでした。最初に食べたポケモンチョコサンドはチョコクリームだけでなく中にクランチも入っているので、ザクザクッという音の楽しむことができる美味しいチョコレートサンドになっていました。だからクリームは結構もったりしているので、口どけはどちらかいまいちな感じでしたね。どちらかといえばちょっとぼってりしたカスタードに近いかな。で次に食べた、こちらホゲータがドドーンと描かれている、ミニ蒸しケーキ、いちご、食物繊維入りと書かれています。小さなお子様で食物繊維を取らせたいときにぜひということなのでしょうか。炎タイプですけど、やっぱりいちごで甘酸っぱくてそこまで燃えるような味というよりはまったり癒される味わいでしたね。まあ炎タイプだから激辛にしたら小さなお子様を食べるの難しいかもしれませんし。で次に食べたこちらのピカチュウのトリプルチョコパン。ここにハートを持ったピカチョコレートを持つピカチュウが可愛いですね。もちろんチョコも可愛い。このチョコも食べてみたいと思います。一方パンのと言いますと、さっきほど食べたチョコサンドよりもチョコクリームがまったりとしている反面、チップ入りと書いているんですけど、チップの食感もあまり感じられなかったですね。なのでこのあたりは好みで食べ分けるのがいいかなと自分は思いました。で最後に食べたニャオハがドドンと描かれているポケモンミニ蒸しケーキチョコ、こちらはカルシウム入りと書かれています。栄養素と可愛さと好みで分けてくださいということなのでしょうか。チョコレートは結構あっさりとした甘さで口の中にふわっと生地とともに広がって溶けてきましたが、他のチョコに比べるとちょっとパンチが弱いかなとも思いました。でこの中で言うと食感の変化もあって一番味を楽しめたのがこちらのチョコサンドなので、今回の代表として、4点とさせていただきます。でせっかくなので、まあ、はしゃぐわけではないですが入ってたシール開けてみましょうか。まず1枚目はこれオリーバですね。何種類あるんだろうこれ。海ディグダ出てきました。わお、進化の第二段階ですね。これなんか見た目がいや単なる勘違いか。では最後にわお、にゃろうって二段階目はあるけど三段階目はないのかな。まあこういうの集め出すと本当に沼るので多分これ以上は見ることはないとは思いますが、今回私が当てたシールはこの4種類でした。もしあなたが他にもこんなシールありますよ、入ってますよというのを知っているのであれば、コメントやダイレクトメッセージなので教えていただけると嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終焉。